チャンネルナビゲーターの木飾でございます。前回に続きまして、ガオちゃんのお茶事の後見の回後編でございます。当日のお茶事ではまず寄り付きで、高専を召し上がっていただいてから、駒で濃茶薄茶のお手前、そして広間で懐石料理をお出しして、最後に五段でカクテルと香木酒が振る舞われるというような流れでございました。前回の前編ではお茶事で最初の寄り付きにかけられた高橋草庵丁重の掛け軸と、それにちなんでお茶事の最後にご用意した香木酒についてご紹介いたしました。今回は駒の濃茶席でかけられていた掛け軸の方からご紹介したいと思います。この掛け物は、まあ、新しく仕立てまして、チクチクと書いてありますね。竹芸の先生チクチクに、まあ、書いていただいたというか、お手紙をいただいて、そのお手紙の後半にこれが書き付けてあったんですよ。でそれがあまりにもこれからの季節にぴったりだなーなんていう風な歌だったんですね。っていうのはこの歌は、雷陽の光のどけき我が庵に知らぬ間にいる福の神かな、チクチク書いてあるんですけども、どうやら本歌があるようでございまして、昨日智則の古今和歌集の春の歌で、久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るランプという歌がありまして、まあ、春の日にこうハラ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 とこう桜が散ってしまう、そのまあ儚さをまあ歌った歌があって、それをまあ先生が読み替えてこんな風な歌を書いてくれたわけですね。で元の歌の踏まえてこれを作って、で読む人もその元歌がちょっとこう頭をかすめたりして、ね、あれのこういう風にしたんだなっていうのがまた楽しさですもんね。そうなんです。これを読むと、なんとなく似てる歌があるからあるんだけれども、桜は登場してこないんですよ、うん、だけれども元歌にその桜の散る儚さみたいなのがあるから、この時期のこの季節のそのイメージだなっていうものもあってこれを読むから、いいですよね。それがないと、ね、これ読んでて福の神が出てくるから、これはお正月にかける掛け物ですねなんていうふうになっちゃうかなって思うんですよね。そうですね、桜が書いてないのに桜を匂わせるっていうのがまた、はいはい、いいですね。でまたそこを分かってんのかなっていう、このチクチクっていう先生がですね、竹芸作家の第一人者の先生なんですけども、ちょっと髪の色がここからここ違うんです。ちょっと暗がりで分からないと思うんですけど、まあ、ここまでは白っぽい髪で、ここがまあちょっと黄色っぽい髪になって、ついでるようなんですよね。でなんかそういう髪があるらしくて、五雲仙っていうのかな。なんかそうおっしゃってましたね。そう、五雲仙って言って、はい、まあ、今だったら日本橋の灰原なんかで売ってますよなんていうご説明だったんですよ、うん、はいはいはい。で後で先生に、まあ、ちょっとお尋ねしたら、実はそのチクチクっていう名前は3代目なんです。で初代が増田敦能っていう、まあ、大茶人ですよね。その士農工商というその日本のまあ、古い身分制度の時代においてですよ、その士農工商商人を商社マンにしたっていうのが増田敦能の功績なのかなっていうように聞いてますけど、その増田敦能っていう大茶人から、あの3代前のその初代が教科を送ってくださったんですって、敦能が。それがひょうたんがどうの、ひさごがどうのっていうように、チクチク先生こう揶揄したようなものを送ってくださったんですって。でそこからチクチクっていう名前になったっていうことなんですけど、その時の紙がこの五雲仙っていうものに書かれてたんだなんていうふうに、敦能さんが使った紙を、はい、はい、なのにちょっと嬉しくなりましたね、はいはいはい、また物語が1個増えて、そうですね、この作りが。なので先生に、まあ、いただいたお手紙の最後にこう書いてある、まあ、和歌がどうしてもそのお手紙のまんまで置いておくんではなくて、これはちょっと巻物に仕立てたいななんて思って、今日この、まあ、掛け物を作って、でこちらにかけて、で、まあ、先生にお茶を一服差し上げたというようなところでございまして、で実はここに続くというか前段階の本文があるんですけども、これまた素晴らしい内容だったので、うん、そちらも表具しちゃいました。さすが、余すところなく。そうですね、楽しみにするというのも本当に。
はい、そしてこちらの和歌が書いてあったお手紙の本文、実際のお茶事では最後の香木師のお席にかかっておりました。珍しいピンク色の表具、どんな意図があったのでしょうか。気持ちがそうなった。いやでも表具屋さんからこれが来た時に、これじゃないですよねって来たんですよ。これじゃないですよね、いやそれですって感じ。はい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 、まさにこれです。展示はないかなと思ったんですけど、中回しは保険で買ってたんですよね。ここまでかなっていう感じで、あ、これでお願いします。イメージ通りでしたね、これが。でこれがまあ竹芸作家の竹竹先生にその写尺を作っていただけませんかってご依頼をしたら、まあその時のものです。でそのご依頼をした時に、実はあのお茶を一服差し上げたんですよ。そうしましたら、まあそれのお礼状が来たわけですね。私正直驚いたのは、竹竹というまあお茶漬けのような方がですよ、本日は久しぶりに美味しい一服を頂戴し、茶の湯の楽しさを思い出しました。え、そんなにお茶を離れてたのかっていうのはすごくショックで、先生曰くやっぱりコロナで1年ぐらいずっと離れてたようなんですよ。いろんなところのお招きはご遠慮申し上げ、それがだんだんご案内も来なくなって、そしてまあ令和3年を迎えた時に、まあたまたま私がご依頼をして来ていただいて、お茶を差し上げたら、ああ、久しぶりのお菓子も美味しいし、まあちょうどあの太宰府の藤丸さんのお東が、はいはい、まあ、まあ毎月ちょっと通ってるもんですから、それを差し上げてお茶をお出ししたら大変美味しかったということで、お礼のお手紙をいただいたんですね。でまああのご依頼の件確かに受けたまりました、よく考え工夫をしてご期待にお答えいたします、ではまたご連絡申し上げますというような内容なんですけど、私にとってはもうその茶杓の鑑定書というか、はい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 、証明書というか、そんなようなご依頼というのが茶杓を、はい、で名前もしっかり入っていて、それに何よりも感動したのは、このバランスと長さとこのサイズ感といい、あれ、これはもしかしてチクチク先生はあの仕立ててくれよという勝手に受け止めましてですね、それでまああの表具屋さん、確か先生と相談して、ぴったりだねと、まあ、こんな掛け軸に仕立ててこんなに入るっていうのは相当書き慣れてる。そうですね、いうか花尽くしのね、表具の柄もこれはちょっと実は、はい、茶杓ができる頃の季節をイメージして、多分茶杓が出来上がる頃ってもう桜が散り出した頃なんだろうなっていう、まあ、春爛漫のイメージで、そんな時にその出来上がった茶杓で、まあ、名は梅とつけましたけど、その茶杓を使って先生をお招きして即根で、はい、差し上げることができたらいいななんてこともあって、ちょっとまあ野山にピクニックに来たような、そんなイメージの表具に確か先生お願いをして、まあこんなような仕立てに下したい。晩春の桜は八重桜が多いんですよ。そうするとボタン桜って結構八重桜って色が濃くて、ピンクの非常に濃い色で、どっちかっていうと見た目美味しそうな感じなんですよねそのイメージはやっぱりピンクかな。本当にあの色目も、なんだろう、この光の当たり具合によって全く変わってくるっていうのが非常に面白いですね。あえて本席にこれを持っていかずに、本席の方はチクチク先生和歌を、はい、本席の、はいはい、これ最後の最後で、ああ、なるほど。いきなりこれを持ってったら先生も、うんってこう、うん、なるほど、はいはいはいっていうふうにちびって、ちょっとずつはいはいはいでもなんだろう、でも第一声なんとおっしゃいました。和歌の方なんですけど、はい、駒席に席入りして先生がまず床前に行ってパッと見て、しばらくずっと見ていってから、あれってなったんですよ。最初ご自身で書いたって気がつかなかったんです、まあ、そりゃそうですよね、自分が書いた和歌がこんな風に掛け物に仕立て上がってるわけはないと思うと、なんか自分でも言ってましたよね、なんか、うん、
軸張りとか。これ軸張りがいいですね。で、まあ、全てを把握した後に嫌なもんがかかってますねとはおっしゃいましたけど、まあ、謙遜されてね。でもそれだけで終わらず最後の席で柱でその時は何とおっしゃいました。さすがに入った時にもうすぐこれで多分気がつかれたんでしょうけど、はい、非常にその先生がお茶は楽しいねっていう思いをちょっと表したくてこういう色合いにしたんだけれども、結果的に今日の茶事で招いた先生は本当に楽しかった。ずっと笑い声が出てくれましたお互い見ながらっていうか、しまいにはちょっと歌をお歌いがあ、そうですか。はい、田村っておっしゃってましたね。はい、本当に先生帰りがけにあれでしたね、本当に茶お茶事慣れしてる方なんでさらりさらりと言ってるけど、最後になんか帰るのが名残惜しいなぁなんて冗談でも嬉しいそうですね、お褒めの言葉を、はいはい、非常に今日の会は良かったなぁ。なるほど、というような会でございました。続きまして、掛け軸のお手紙を書かれたチクチク先生に依頼したという茶杓の拝見でございます。で、まあ、そもそもなんでこの手紙をいただいたかっていうのは、実はお茶杓を依頼しておりまして、先生にですね、どうしてもちょっと先生に作っていただきたいというか面倒見てもらいたい茶杓があってっていうのが今日のちょっと道具組の中にございます。まあ、この茶杓なんですよね。まあ、この茶杓、まあ、筒もこしらえていただいて、で、まあ、箱は私がこう作りまして、こう収めたんですけれども、随分と茶杓にしては小さい、細い、華奢な、か弱い、まあ、茶杓です。っていうのは、そもそもこれこれぐらい細い竹でできてる、ちょっと長さが5倍ぐらいあって、実はこれお手洗いにこうかけてあった、まあ、手ぬぐいかけ、タオルかけだったんですね。で、タオルかけが、まあちょっとある時これをちょっとまあもぎ取られてしまったというか、ちょっと酔った席でこれ壊されてしまって、まあ、これが復旧不可能なぐらい壊れてしまったので、まあこの竹とこの杉の押さえを使ってまあ茶杓ができないかなチクチク先生に相談したら、まあなんとかいたしましょうっていうことで、この、まあ、なんともこの小さい茶杓を作っていただいたんですね。茶杓ですよね、本当ですよね。FC なしで作って、ね、ね、この、ね、細い筒もまた綺麗。そうですね、細いですよね。この曲げが限界らしいです、この筒の中に収めるには、はい。で、まあ、あまりにも可愛いんで、芽をちょっと寒い冬が明けてポッとこう一輪咲くこの梅というイメージで、はい、梅という芽をつけて、で、まあ、梅にちなんだ和歌を歌名としてちょっとつけさせていただいたんですけれども、米こかし梅盛りなる我が宿をうときも人は折にこそ寄れ。なんか梅の歌ってその折るっていうキーワードが普通にこう入ってるようで、梅折りに来いよ、久しぶりなんだからうちに来て去って、梅満開だよみたいな、そんなようなイメージと、まあ、折りに触れてとか折り折りにっていうような意味と、その折るという倒るというような意味がかけてあるんだと思うんですけど、まさにこれ倒るかけ倒る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 かけを倒られたと。そうそうそう、本当に倒るかけ倒られた時に頭きましたけどいやでもね、このピーボーが折ってくださらなければこれができなかった。なるほど、折ってくださったから、あ、これをどうにかしたいなと思ってこんな可愛らしい梅の茶杓ができたっていうことで、本当に倒りに来てくれてよかったな。まさにこの西行さんの歌の通りで、たまにはうち来てさ、コカレロでもベロンベロンになるもん飲んじゃって酔っ払っちゃっていいよと好き勝手に別に人ん家でなんだっけ
今流行りクラブハウス、クラブハウス、はいはいはい、勝手にやってるんですよ、ベラベラベラいいからまたまた来てよっていうような、そういう思いもあって、この西洋のこの止めこかし、梅盛りなる我が庵に、うときも人も人に折りにこそよれと、この歌をちょっとつけさせていただいて、まあ本当に怒ってないよ私はまたどうぞぜひいつでも倒りに来てくださいという意味でこのお茶尺を今日作って、ね、しかもチクチク先生は謙虚で、チクチク作ではないですよこれは、チクチク下削りですからねっていうことで、まあ、最終的には私が削り直して和歌を書きつけて箱書きをしたためてこれが出来上がったということですね。その時のまあいろいろやり取りしてたお手紙でこのようなものをいただいて、それをまあ掛け軸に。茶の湯チャンネル。あじゃあ。ガオちゃんご紹介お願いします。はい。書の先生、どちらかというと金文字の先生で。みのちゃん先生でございます。はい、先生今日本当にありがとうございます。まあ、素敵なお召し物で、奥さん何かそこはちょっとそこは黙ってるやり直し、はい、はい、先生今日はあの素敵なお召し物で、はい、なんか今日意識されてこれ柄がお選ばれてますか。今日は菊のお香菊、菊も兼ねていたってことで最後お香菊ということで兄弟で、あ、背中は桜ですね。桜がお兄さんで、梅のお兄さん、梅のお兄さん、ちょっと分かりにくいですね。あの、まあ、寒い冬に先駆けて咲く梅が兄で、晩秋になってポロッとこう咲く菊が弟、梅がお兄さんで、菊が弟というところで間違えちゃったね。いただきました、大丈夫です。じゃあ先生ちょっとあのこの木とこの筒が菊のことでちょっとお願いします。いただいた時大変幅の細さ、そうですね、はい、驚いた。通常よりこのお茶尺が短いし、そうです、細いし、で筒も細いですもんね。そうなんです。が、あの茶尺真っ赤を全部書くようになりまして、そう、下の句だけじゃなくて上の句だけじゃなくて全部通して、あ、最後、最後まで、しかもほぼ奏で、ほぼ奏感じですね。感じ入ってないですね。なんかですね。また入ってない。100%。この時には本当割り箸にね、書く練習したらとか、爪楊枝に書く練習したらぐらい。よくあのお米にこう書くやつありますよね。ありますね。お米に般若心経かな。はい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 。ああいう筆使ってるんですか。それがですね。私そうでもなくて。はい、筆はどんな。筆はね、意外と般若心経書くような筆で書いてます。これはあのスズメの頭の弱頭部で、そうですね、はい、あ、ウンペイさんじゃないですかこれ。そうなんです。あ、そうですか。これ結構私もあの好きです。何ですかウンペイさんって。あのこの作者ですね。あ、滋賀県の筆なんですけど、はい、紙の上に毛が巻いてるんです。普通は一般的に売られてるのはもう全部が、そうですね、後でこれちょっとバップで撮っていただくんですが、はい、スズメの頭の筆っていう種類でこんな形してるんですよね。普通筆ってシュッとしてるんですけど、ここが何て言ったらふっくらしててシュッとしてる、そんな筆ですね。で雲平さんっていうのが作り手の雲の平らな方、雲平っていう方がこれ作っているものなんですけれども、これが先生の ご愛用の。最近これ、使ってます。で、まあ、それ、ふと、あの、書くものの細さに関わらず、もう、それかなっていう感じだったんですか、感覚的に。失敗は、もうこの一本、毛の先一本でも書けるので、細い字大好きなので、結構大は小かのようで、多少太くても、細い字は平気です。で、太いと墨がいっぱい入ってくれるので、ここに、しばらくこう書き続けられる。細いのは便利なんだけど、墨が、持たない、入る量が少ない。なので、これでちょっとここに
高さを合わせるためにこれぐらいの厚さのものを置いて描きました。あ、横にね、横にね、はい、はい、ただ、ね、を置けるようにってことですか。そうです、置けるように、はい、ただこの竹の木の芽に沿って墨が入っていってしまうので、うん、それは描いてみないと木の性質によって多少違いまして、霧の箱は描きやすいんですけど、竹のなんか筋に文字が入ってちゃいます。まだまだ細いの描きたいぐらい。また用意してもらえてくれる。いやでも本当にガオちゃんの、私細いかすれた薄い薄文字で細いもう本当に髪の毛ぐらいの金が好きなんですよ。なので先生にそういうリクエストで、なるべく細く、なるべく淡い色でこう描いてくださいということでちょっとリクエストいたしました。ガオちゃんの優質ですね。一応設定は私が書いたってことになってます。コーストライターで。茶色も私が削ったってことになってます。そして最後に、解析の時に広間にかけられました。床の間に収まらないくらいの長い掛け軸。さぞや貴重なものなんでございましょうか。何ですか、この。この長い。この全長、2メーター半ぐらいですか。どう思われますか、これ。見事な表具ですね。軸先がまたこれ金の脇絵で、まあでこれ金物でね。あ、金物ですか。ええ、ああ、ちょっと細工してあるもので、もともとこの仏画ね、仏画を仕立てるようなものなんですけど、中身はもう仏画どころか果たし状かっていうぐらいの、まあ私宛に来た詫び状なんですけど、はいはいはい、普通人様に頭下げて詫びるのに名前間違えますか。名前間違えてくるっていうのがそもそも手先がなって。涙流して最後にじんだのか筆ペンだからにじんだのかわかりませんけど、おそらく筆ペンですよね。筆ペンなのにこの墨継ぎの跡がこっから濃くなってるのがね、筆が筆ペン1本潰しましたみたいなのがまた筆を濃くしてこう書いて、だんだん筆丈のそうかすれてきて、もう一回シューシューシューとやったのかなっていう。なるほどなるほど、そういう痕跡が見えますね。はいはい、まあ、名前、私しょっちゅう、私の名前ってしょっちゅう間違えられるんですけど、そう、先生にどんだけ一般の意をイタリア、伊勢丹、伊東の意で強調して書いても、帰ってくるのは絶対この井戸の意で帰ってくる。先生、お願いしますよ。私は伊勢丹、イタリアの意ですから。今度意だけ赤で書いたらどうですか。誰も名前覚えてない。で、この方もまた、はいはいはい、私の名前を間違えてるんですけど、途中で合ってるんですよね。本当ですね。で、私これ読み取ったんですけど、はい、これ最初こっちを先に書いたんじゃなくて、こっち本文を書いてて、ここまで合ってた、はい、最後の最後にここでやらかしちゃったんですよ。先にで書き直すのもなんなんで、知らなかったことにしようって言って、こっちわざと間違えたんじゃないかなっていう。なるほど。よくないですかね、人をこんな風に、人をこんな風に見るのはよくない。ストーリーがちょうどこうで読み取れるのがね、いいお手紙ですね。そうなんですね。そもそもこの文章の内容も、はいはいはい、不注意で、まあその日お茶室に行ってタオル掛けを壊しちゃった壊しちゃったここですよ。はい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 。昨夜は手洗いの中で手を洗った後に体のバランスを崩し、タオル掛けに手をかけて破損して、そのまま部屋を出た後完全に失念いたしました。アルツハイマーですか。お恥ずかしながら翌日様よりお送りいただいたお写真で思い出した次第です。こんだけ記憶喪失です。私悲しかったのは、ガオちゃん壊れちゃったとか、あ、ちょっとバランス崩してって言ってくれればいいのに、この日この方以外連客が3人、全部4人いたんですけど、全員スルーで帰ったんですよ。全員帰った後に私片付けと掃除しながら、トイレの中がバッキバキになるんで、ものすごく悲しくなって、この人たちは果たして茶人なのか、お茶というものが何なのかっていうことを悶々としながら一日。
もんもんとしてチンチンでこの方私が渡したお土産をまんまと忘れてったんですよ、はい、で朝来たメールこの人からのメールガオちゃんお土産を忘れて帰りましたもし忙しければ事務所に預けていただければ私は勝手に取りに行きますので煩わすことはございませんそれではみたいなごちそうさまもなければありがとうもございません楽しかったです楽しかったもなしお土産を忘れたから取りに行くけどお前とは会いたくないよっていう文面だったんですよこの野郎と思ってぶっ壊した飲み取ったこのタオルかけの写真を送ったら秒で来ましたね秒で来たでも私忙しかったんですよ、ごまに、はいはいはい、なので、P さん仮に〇さんですよ、はい、仮に仮名ですね、仮名、仮名です申し訳ない今日はちょっとあの私あの都合が悪いので本日はお引き取りいただけますかって LINE をしたんですねメッセージをしたんですそれでもまだずっと立ってらした職場に、はい、3回ぐらいメールしたんですよ要は今日はお引き取りください申し訳ないそれでも直立不動で立ってたらしいんですとだんだん事務所の方もざわつきますよね、はい、あの人どうしたの出家希望かみたいな禅寺でね禅寺でご疲れだからそう出家したい人はね玄関先でねそうずっとそう禅寺のしきたりなんですよねそれでこれですよ、また本日は一刻も早くお詫び申し上げたい一心で焦っておりで焦っており来たわけですよ事務所で通りかかったお坊様に事情を聞かれそりゃ聞かれますよね立ってんですからもで私思い出した最終的に迷惑だから帰ってくださいっていう LINE を送ったのにそれでも帰らなかったで事務所の方もざわついてどうしましたって聞いたらで事情を聞かれ軽率でした申し訳ございません第三者に関係ないことをベラ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 喋りやがってあそこで飲み会やってたのこの度の修理費弁償させてくださいませ当たり前だろお前修理の間ご不便をおかけして申し訳ございませんここがすごいですね私は酒を断ちます私は酒を断ちます知らねえよお前が酒をやめるとかどうのお前お前が酒をやめるとかそういう問題じゃなくて壊して黙って帰るなよってなんか言ってきなよってあ先生よくないですか、はい、あのお茶会なんかでも夏目お茶茶器かなんかこう回ってきて、はいはい、粗相でお茶こぼしちゃったとかありますよね、はいはいはい、ありますね粗相、はいはい、あれはもう粗相があって前提で、うん、そんなことがあってもいいっていう心づもりであるから大丈夫ですよっていうリラックスした席がこう成り立つわけじゃないですか、うんうんうんはい、はいはい、お互い気遣いしてそうですよね、うんそれがまあなんとなくこういい雰囲気があるじゃないですか失敗したことによっていい雰囲気が作れるじゃないですかこの場合ですよ4人とも大茶人で全員スルーで帰られたの私の気持ちここを汲み取った詫び状にしろよってお前同じことされたらお前のこの仮称お前だったらどんだけ怒んだろうな先生今日はね彼が倒ってくれたおかげでうんあの梅の茶杓ができて先生とも本当にいい一日ができてそうですよねこの、仮称が倒ってきてくれなければ功労者そうですねそういう意味でも許すも何も私は仮ねこれ仮名ね感謝しか心から感謝申し上げるしもう溢れんばかりのこのね思いがご生誕の日にこんなに感謝溢れるあの日を過ごさせていただいたことはございませんあの先生方にも本当に感謝申し上げまして本当に今日はどうもいい会になりましてお正月
正月でもないのに坊さん2人でお正月ということで、はい、おめでたいということで閉じさせていただきます、はい、本日は誠にご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ということで、TOTO茶会機が、はい、令和茶会機として気づかれたということで、はい、よろしいでしょうか。最後はタヌキに任されたようにってね、はい、おっしゃりながら帰ってかれましたもんね。TOTO茶会機と同じように。そうですね。はい。そう。正午の茶事に招いたんですよ、今日。チクチク先生。はい、というわけでトイレのタオル掛けを壊されたことから始まった今回のお茶事。タオルから梅の花、梅にうぐいす、泣く鳥ということで草庵の掛け軸まで登場することになったわけでございます。後悔先に立たずと言いつつ、最終的にはご縁に感謝の会となり、めでたしめでたしの大縁談でございました。